さて、それではクロスラープチャンネル with ロープレイラジオ開始と参りましょう。お相手は体験型ラープ普及団体クロスの星屑とひなさしきもちきがお送りいたします。また with ロープレイラジオにおいては欠かせない我らが同志サトミックさんにもお越しいただいております。前半に引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、前半もだいぶ盛り上がったコンテンツ、体験型コンテンツに入り込んでもらう工夫パート2なんですけれども、引き続き語ってまいりましょう。はい、というわけで、前半サトミックさんからいただいたそのストーリーに、入り込んでいってもらう工夫という風な部分なんですけれども、前半ほぼほぼひなさきさんがこうね、すいません、語り明かしてくれた、いや、ね、熱い熱いトークがね、はい、聞けたわけなんですけれども、はい、ちょっと後半部分ちょっと冒頭ね、僕もある程度ちょっと語りたかった部分があったので、そこから語らせていただいてもよろしゅうございますでしょうか。ぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。はい。まずですね、僕って結構そもそも論から入りたい人なんですけれども、そもそもストーリーは誰のものであるのか、というふうに僕は考えるわけですよ。で、例えばそのストーリーっていうと、運営側が用意したものだったりだとか、あとは、みんなが共有している何らかのストーリー、断片的なね、もしくはそのステージ上で語られたとか、そういう風なストーリー、もしくはごくごく個人的な参加者の一人称におけるストーリー、どれでしょうか、という風なことを僕は考えたりするわけです。で、やっぱり体験型のコンテンツですから、そのストーリーっていうのは、僕はやっぱり参加者一人一人、個人的なストーリーに入り込んでもらいたいなっていうふうに思って、体験型コンテンツを用意したいというふうに妄想してます。普段から。なるほど。うん。で、例えば、その前半において、ひなさきがその、クエスト・オブ・ラビリンスっていう風な、イベントでもって、こういう風に入り込んでもらうように工夫してますよっていう風なものの中に、例えば、依頼書、ね、クエストシートを、街の人という風な、役割のキャラクターになっている人が、実際に書いて、それを、冒険者ギルドで、出して、提出して、冒険者が依頼を受けてくれて、そしてそのクエストを達成して、無事に帰ってきて、達成したよっていうふうに報告をしてくれる。という一連の流れ。これって今ご説明しただけで、街の人が、例えば、街の薬草売りさんが、ダンジョンで薬草を取ってきてください。というふうに、冒険者に依頼をして、で、それを冒険者が引き受けて、無事に薬草を取って帰ってきてくれて、その目的の薬草を手に入れることができた。これ、完璧に一人称の薬草売りさんにおけるストーリーが紡がれている。ということになるわけなんですね。これがまずそのストーリーっていうものですし、では、ここに対して運営は何を用意しているのか。というと、自分なりの、クエストを発行するっていうことをしていいですよ。そのためにクエストボードを用意しましたよ。冒険者という参加者の人がいますよ。あなたには街の人という参加の仕方がありますよ。という、様々な複合的な要素を組み合わせることによって、参加した街の人のキャラクターをに装ったその人がストーリーを自ら作り出して、そして、後日語ることのできる、そういう風な、要素にすることができるんですね。こういう風に複合的な要素をいくつか用意する。これが、噛み合わさった時に、
コンテンツにグイッと入ってきてもらえるような、そういう風な時間が作り出せるんじゃないかなという風に思っています。さすが星空さん、わかりやすい。いえ、わかりやすかったです。で、今ものすごく今導入の部分で星空さんがおっしゃってた、やっぱこうそもそも誰のためのそのストーリーなのかみたいなところがかなりその肝になってくると思うんですよ。で、今後これ方法論は全く同じでも、その誰のためなのか、このストーリーは誰をの視点で語られているものなのかっていうことが、そのコンテンツの場所によっても変わってくると思うんですよ。はい。うん、で、例えばそのなんていうのかな、僕が多分将来やるであろうイベントというか、これは作品って呼び方をしようと思ってるんですけど、明確にその NPC、ストーリーに関わる重要人物みたいな人がいるんですね。で、参加者さんは、なんていうのかな、その僕のやりたいイベントっていうのは群像劇としての作品で、その作品にみんなと一緒に登場人物になる、でロールプレイをしながらその作品の一部を楽しんでいただくっていう形式のイベントをやろうと思ってるんですよ。で、かなりその大枠の部分ではその活躍している人たちがいるんですけども、例えばその大枠の部分で活躍している主人公だったりとか、主人公は明確にはいないんですけども、何人かのその物語の中枢に関わるようなキャラクターを手助けするっていうロールプレイとか、逆に攻撃するみたいなロールプレイがあったりとか、そういうところを細かく分解して、その細かく分解したところにのストーリーに関してはその参加者さんが主人公になる、細かなストーリーというかドラマが起きるみたいな現象をなんとなく自分の中で組み立てたいイベントをやっていこうと思ってるんですよ。いいですね。なのでそのさっきのその星空さんのおっしゃった、そもそも誰のためのストーリーなのか、誰のための仕掛けなのか、誰のためのロールプレイなのかっていうのが、その段階ごとにやっぱ変わってくるところがあると思うんですね。例えばこれできるかわかんないんですけども、このラープ界隈というか、ラープ業界というか、その日本のロールプレイングイベント業界がもっと産業規模がでかくなっていて、実現できるかもしれないコンテンツって一個あると思うんですよ。例えばそのプロの俳優さんが明確にそのストーリーの主人公として存在していると、でその主人公はそのロールプレイングイベントの冒頭にちょっと不遇な立場にいる、例えば村を焼き払われて一人だけ生き残ってるという不遇な役割をする、でそいつを助けるためにその参加者さんが直接的ではないにしろ何かのクエストをこなすことによって巡り巡って主人公が育つみたいな、そういうストーリーの進め方もあると思うんですよね。はい、ありますね。これってかなりその産業規模としてはかなりでかくならないと予算的に厳しいものではあると思うんですけども、ある意味このロールプレイが熟成されていって、この業界が発展していったらできる一つの可能性の一つだと思うんですよ。そうですね。だから今その、はい。あ、どうぞどうぞ。あ、いえ、実はですね、かなりその、サトミックさんが構想している、中身に、その、近い、コンテンツが、実はすでにですね、あって。あるんですね。はい、あって、検索すると出てくるんですけど、数年前から、ワープっていうのがあって、右矢印、RAP だったかな。W 右矢印、ARP だったような気もするけど。ARP だけど、そっかそっか、そうだね。うん、ARP だよね。そうだね。そう。ワープさんですね。はい。っていう、形で、存在していて、実際その、はい、成り立ちを調べてみると、かなり今、そのサトミックさんが、
思い描かれたような、うん、あの、こう、内容に近しい、うん、イベントコンテンツ、をされていたんじゃないかなと思います。僕たちも、あの、こう、1公演だけですけれども、うん、参加させていただいて、あ、これは、あの、こう、一つの素晴らしいコンテンツだな、というふうに、うん、思いました。ありがとうございます。すでに実現されている討論があったってことですね。すごいな。そうなんです。はい。はい、サドミックさんが今おっしゃったみたいな、村が焼き払われてとか、お一人しかいないとか、そういうことではないんですけど、そうですね。うん、複数人や、ね、はい、その主人公的な立ち位置の方々が、何になったかな、ちょっと私の公演の時何になったかちょっとしっかり数えてなかったんですけど、俺の記憶の中だと10人前後だった、ね、10人前後だったよね、うん、いらっしゃって、結構いらっしゃる、はい、で、それぞれ、立ち位置もあり、立場もありつつで、参加者たちは、うん、いわゆるこう、その10人の、主人公的な役割の人たちが、いわゆるこう劇団の舞台に立てる人たち。で、参加者たちは、劇団の、部員さんというか、見習いというか、そうですね。うん、という形の、下積みを持っている、まあ、一般団員みたいな、ね。一般団員みたいな、うん。一般団員って言うんだ、そういうの。私は知らなかったんだけど。うん。で、その、舞台に立っている皆さんに頑張ってほしいから、うん、応援したいから、そういう気持ちで、いろんな人たち、その10人の人たちに対して働きかけていくんですね。うん。誰かさんと誰かさんでこういう話があったみたいなんですけど、とかっていう話をしたり、でそういうふうな形でだんだんこう、いわゆるこう、システム的にはフラグが立っていって、そして、途中で公演が開かれるんです。舞台の上で。公演っていうか、その舞台の上で、途中経過で、ここまで起きたフラグによって一体何が、状況的に変わったかっていうようなことが、途中公演で2回か3回ぐらいこうされる、3回ぐらい、舞台でされて、で最終的にどうなったかっていうのが最終のクライマックスで出されるっていう感じ、それなんか劇場的というか、なんか すごい、ね、そういうやり方もある、すごい、そうそうそう、これは劇場というか舞台が、あることが一緒に成り立つような、はい、うまいやり方だなっていう。コンテンツの主体、そういう切り口もあるんですね。そうですね。そうなんです。コンテンツの主体しているやっぱり方々がその劇の関係の方々だと思うんですけれども、うん、やっぱりそういう強み、あとそのシナリオライティングがその、うん、なんだろう、うん、そのなんだろうね、ノベルゲームかな、うんうん、に、手法を、非常に、こう、うまくミックスさせる形で、参加者も、観客が参加するっていう感覚よりも、よりその参加者が、まさにその体験しながら、うん、こう、参加して、物語、の、奇数を消していくっていう風な、形を、まあ、表現する上では非常に、面白い手法の、うん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 、体験型コンテンツだったなという風に思いますね。思いますね。うん。なんか、そこまで前例があることは本当に勉強で知らなかったんですけど、はい。なんか、こう、なんていうんですかね、その明確にこの人には頑張ってほしいって思えるような、うん、まあ、ある意味実情の主人公みたいな人と、うん、参加者がその一体感を持つ、協力し合って、この問題を解決するみたいな、そのロールプレイをなかなかこうそのコミュニケーションを取っていきながら、一体感を取っていきながら、そのストーリーに同化していくというか、そういった意味は非常に没入感があるし、充足感もあるのかなって思って、まあ、将来こんなことできればいいかなって思ってたりとかするんですよ。うん。で、すごくいいことだと、まあ、ちょっと話はそれるかもしれないんですけど、はい。なんかそれが、その対象が人ではなくても、例えば物とか、その世界観そのものでもいいと思っているんですね。うん、あ、いいですね。まあ、それこそ街の復興をするために、みんなで、
その一緒に物作ったりとか、はいはい、うんうんうん、その物を作る前段階として素材を集めたりとか、はい、うんうんうん、はい、あのよくスマホゲームでそのあるじゃないですか、街を作るみたいな、はい、あの兵舎があったりとか、はい、ありますね。例えばここは木材切るところがあったりとか、そういうところですらリアルでやってもいいのかなって思ったりとかするとこあるんですよ、うん、まあそれ1日、うん、短縮して1日でやるとそれはいい、どういう時間軸でやるのかわかんないですけど、うんうんうん、とてもいいなというふうに思っているのが、その俗人的なね、はい、ストーリーメイキングをやるときに、これ僕の中では結構難しさを感じたんです。感じているんです。なるほど。というのは、僕がラブコンテンツを、やっていく場合に、例えばその、とある、ノンプレイヤーキャラクターに、プレイヤー A が話しかけました。これこれこういうふうなことで、こう、あなたに対してこういうことをしたいんですっていうふうに話しかけました。で、それに対して、こう、ノンプレイヤーキャラクターは、おお、ありがとう、そういうことをしてくれるのは非常に助かるし、では、こう、これをよろしく頼むよっていうふうな形で、やり取りをします。で、その A さんと、とあるノンプレイヤーキャラクターの会話、これで一旦終わりだし、それで、物事が一つ先に進むべきじゃないですか。ただ、これで、複数の、一つの、その、クエストを、例えば、20人の人が受けていた場合に、また B、プレイヤー B さんが同じ NPC に同じな要件で話をするわけですよ。で、はい、ここで、プレイヤー A さんにすでに、こう、依頼をしている NPC は、生きている人間だったら、また同じようなことを、こう、答えるのはおかしいですよね。確かにそうですね。もう解決してますもん、そもそも。もうすでに、こう、A さんには、こう、解決してもらっているから、いや、ごめん、もう、こう、すでに解決しているんだ、っていうふうになる。もしくは、ここで、こう、その、おー、ありがとう、こう、じゃあ、こう、そういうことでよろしく頼むっていうと、またなんか、これもちょっと微妙な話ですよね。わかりますね。なんか、断るも断るで渋滞が起きるし、まあ、その、せっかく、その、やってくれたから、その、もう解決してるけど、その人に対しては解決しないっていうふりをしなきゃいけないっていう違和感があったりとか、まあ、はい、また別の解決、言い方もあるのかもしれないですけど、まあ、こう、その、一個一個の、成立してるか、違和感感じることが没入感と、両立できるのかっていう部分ちょっと難しいところではありますよね。そう。で、こう、フラグ管理と、その、ストーリー進行っていうところを考えると、やっぱり準備するのには、当然、こう、時間もかかるし、段階もかかるし、それらの共有を、こう、その NPC と運営側がやるなんていうのも不可能に近いし、その人数に比例するようにして増えていく要件に対して。なので、俗人化した形でのクエスト進行というのが難しいっていうのが、僕の中での一つの、こう、感じ方で、それこそその100人規模、1000人規模の、体験型コンテンツを、やっていく上では、これがかなり難しいっていうふうに、感じていて、まだこう、僕の中で、人に対してそういうふうなことをするっていうことは、結論が実は、こう、全く出ていないというか読めない、ことだったりするわけです。うん、そうですね。僕もちょっとその辺に関しては考えてるところがあって、妄想の域は出ないんですけど、うん、おそらくその辺のコミュニケーションのルート管理に関して、ある程度、デメリットに参加者がというかプレイヤーがそのマイナスに感じられないようなその限定の仕方をちょっとずつ応用していくと、うん、ある意味そのルート管理はできるのかなって思っているところあるんですけど、うん、直感的にではあるんですけど、感覚的ではあるんですけど、なんかそれがまあ実現の近くになるのかなって思っていて、ごめんなさい、ちょっとロープレラジオ、完全にその運営のノウハウ的な話になっちゃってて。むしろこれ、ロールプレイに。はい。いつも、ロールプレイにすごい関連するんです。断っておきたいんですけど、いつも僕ら、放送の以外だとこういう感じです。そうですね。そうですね。3時間ぐらいこんな話してたりもします。そう、話を、互いにどんどん理解したいな、探求したいなっていう気持ちが働くの。うん、でもいいんじゃない？それが本来のこのラジオだと思うし、うん、いいと思いますよ。まあね、うん、確かにそうだと思うわ。はい。
で、俗人的な部分ではなくって、こう、俗物的にした方が、よりその、ストーリーに、複数の人間が関わることができるのではないかっていうのが、実は、僕たちも最終的には本当にこう、1000人規模のラープイベントをやりたいんですよ。こう、2019年にコンクエストに、オブ・ミソディアに行ってきますから、あの規模の、こう、ことをやらかせたら、もう生涯、こう、悔いはなしみたいな、そんな感じだと思っているわけです。わかる。いや、でもね、ポチグルさん、言わせてもらいますけどね、はい、実現したらしたで次のことやりたくなりますか、絶対。ね、うん、せやな。ですよね。まあ、ちょっと一旦置いといて、で、ロープレイ的な部分で言うと、俗物的なところにした方がいいっていう風なのが、実はもうすでに、要するに先駆者が、まさに、こう、もう結論として出している部分があった。うん、そうですね。んですよ。コンクエストの人たちが。そうですね。うん、もちろんそれをそのまま丸パクリする必要性はないと思うんですけれども、はい。はい。はい。こう、その、もの、に対して、ものは、どんどん積み重ねることができるんです。うん、その場に、存在するっていうことだけで、すでに物語として、こう、存在感があるし、一人一人が作り上げたものは、そのままその場に留まり続けるし、そして、それらが、たくさん積み上がったことによって、何かが起こるっていう風にすれば、フラグ管理もやりやすい。わけなんです。先ほどユウさんが、ひなさきが、そのクエストボードにどんどんそのクエストが貼られていった結果として、冒険者の店のたくさんの、依頼書が貼られている光景が実現したっていうふうな話をしましたけれども、あれだってある意味では、冒険者の店を作り上げようっていうふうな、一つのストーリーであるならば、まさにそれが一人一人の行動によって実現させていくための物品が積み上げられていくっていう、うん、そういう事柄が起こっていたんです。そうでした。そうでした。うん。そう。これが、一人一人がロールプレイっていろんな意味合いがありますよね。例えばその役割を演じるとかね、こうキャラクターを演じるとか、様々にありますけれども、まさにそれを、その空間にしていく、その情景にしていく、状況にしていくっていう部分、模倣をしていくっていうロールプレイっていう風なところで言うならば、そのものに形作っていくっていうことが、できるっていう意味で、物だったりエリアだったりっていうところに対して、積み上げていくっていう風な形で参加者の人たちに関わってもらうようにする、そういう風にすることが多くの人たちが関わる体験型コンテンツにおいては、一つの仕掛けの終着点なのかな、うんうんうん、またその一番最初のスタートラインなのかな。そこから深めていくことができるだろうし、うん、むしろそこからスタートするからこそより深い、ロールプレイだったり、コンテンツ、体験型のコンテンツの、世界への関わり方が深まっていくことになるんじゃないかな、というふうに、はい、夢見てます。ありがとうございます。ちょっとね、最近、ロールプレイングイベント、考えていくにあたってすごく悩ましいというか、これあるあるなのかもしれないんですけど、まあ結局方法は似通ってくるところはあるのかなっていうのは、例えば、よくなんか人のアイデアパクったパクられたみたいな話って、ネガティブな話ではあるけどあると思うんですよ。で、僕も結構なんか自分でが考えたと思い込んでるものとかが時系列的に誰かが後で使ってることがあると、なんかちょっと、勝手に俺が、なんていうのかな、ね、嫌な気持ちになったりとかするあるんですけど、よくよく聞いてるとやっぱその経緯が違ったりとかするし、その逆のパターンもあったりとかするんですよね。ありますよね。ありますあります。で、例えば、その、誰にも喋ってないくてっていうこともあるじゃないですか。誰にも喋ってないけど、そう、ありますよね。考えてる人も
だからそういうのを見てると、で、世界中で同じことが起きてるって考えると、なんかそんなにこう、それに関して発想したことに関して、似てる似てないとかっていうのは、逆にその、行き着く答えが、やっぱ同じようなこと考えてると、そこに行き着くのかなっていうことは、うん、非常に今の話を聞いても改めて思いましたし、なんかこう、もともとこの、クエスト・オブ・ライビリンスのことは僕知らなかったんですけど、で、僕自身もその将来どういうイベントをやろうってこともお伝えしてなかったじゃないですか。その、以前にお話しして初めて、あ、似てるねって話になって、で、逆にもっと深く話すことができたってこともあったんで、なんかこう、なんか細かい表現方法とかは違っても、僕は共通してるところがやっぱ似通ってくるし、ある意味それが正解に近いのかなっていうところは、改めて確信したところがあって、なんかこう、なんかそれちょっと急に言い出して申し訳ないですけど、なんかそれ本当に今思いましたね。で、今この二人の間とか海外のことだけなくて、これから、何か、その世界観を、の中で社会を演出していくっていうロールプレイをやろうとしている方っていうのは、いろいろな新しい方がいっぱいいて、やっぱりこう、やっぱ同じようなことを言ってたりとかするんですよ。うん、だから、あ、そうか、これがなんかむしろスタンダードなのかなって思えてきました、ね、はい、うん、そう、その世界に入り込む、そのための工夫をする、そういうのは、なんていうかな、最後の、ま、アプローチの仕方は違いがあっても、ある程度は、うん、ここをやっておくと鉄板っていうのがやっぱあるんだと思います。で、その上で、みんなが、だからこそ、アプローチの仕方をどういう風にやっていくのかなっていうことが、多分みんな、それぞれで味付け変わってくるんだろうなって、今の話聞いてて思いました。そうですね。うん。そうですね。そう。味付けも、やっぱりその仕組みの部分とか、土台の部分が、ちゃんと理解しなかったら、次のその、じゃあどういうフレーバーでやるかなんかっていう応用までいけないじゃないですか。うんうん、だからその理解できてるからフレーバーまで出せるっていうところがあると思うんで、うん、それは本当にそうです。本当に同じことを考えてたんだなっていうのは証明されてます。はい、そうですね。そう、私たちもマットさんまだ行ってないし、だけど、クエストをやられるって聞いたときに、おお、そっちもか、すごいな、いいなっていうふうに思ったんですよ、うんうん、ね、思ったよね、すごくね、思いますよ、うん、だからやっぱりこう、世界に入ってもらうっていうことは、世界のことを手伝ってもらうなのかもしれない。うん、あ、いい感じにまとめたね、私。うん。うん、うまいこと言ったやろ。うん。めっちゃいい。はい。はい。というわけで、今、28分ぐらい。おお、いい時間になってきたな。うん。はい。だいたいいい感じにまとまった。まとまったね、今ね。ゆうさん、いい感じでまとめ、びっくりしましたね。まとめたしまたね。なんかストーリー、今回ね、パート2ってことで、ストーリーについて、だったじゃないですか。はい。ストーリーについてこれ1時間以上話せるってすごいですね。そうですね。全然まだ話せるもんね。まだまだ話せる。まあまあ、でも、次の、まだ話したいけど、まあ、でもあれですね、これはぜひ次の機会の、ラジオにぜひ撮っておいて、そうですね。どんどん話を深めていきたいなと思います。うん、はい、じゃあ、とりあえず締める方向性でいっちゃっていいんですか？大丈夫ですか？もうちょっと聞きたいんだったらコイン3つぐらい投げてくれてもいいのよ。お勉強すんの？まあいいけど。総括じゃないですけど、じゃあ今後なんかどんなこと話せそう、はい、今、まあコンテンツに入り込んでもらうための工夫だったじゃないですか。はい、総括というか、これから何話せるかなみたいな、はいはい、なんかストーリーについて1時間ぐらいお話しさせてもらったんですけど、うんうん、その海外の事例だったりとか、まあ実は結構、まあ、放送の前にもビンビン共感できるぐらい波長が合うっていう話もね、稲崎さんとか星空さんの方からいただいたりとかするぐらい、結構その、うんうん、示し合わせてないけど考え方が近かったりとか、うん、まあ、言葉の使い方とか表現方法が違っても、よくよく話してたら
同じようなことについて違うベクトルから切り込んで入り込んでいって、うん、似たような境地に立っているところがあったりとかしてて、なんかそれぞれ 別々のベクトルで違うところで同じ、違う答えを見つけてきてる。それは今回の放送で共有できたってことがものすごく素晴らしいですし、僕としては本当に毎回毎回勉強させてもらってて、ある意味その世界ではある程度当たり前のことだったりとかっていうのを逆に勉強させていただくことができたんで、本当に良かったです。で、このことね、踏まえて、今後、この、もっともっとこの話を広げていけると思うんですよ。うんうん、そうですね。で、今回ね、そのストーリーっていうベクトルで、コンテンツに入り込んでもらう工夫について話させてもらったんですけど、星屑さんとか優さん的にはこうもっとこの切り口で話したいんだみたいなことってあったりとかしますか？この切り口で話したい。ですね、私はあるんだけど話していい？話していい？すごいエンジンかけないから大丈夫だよ。前々から話したいなと思ってることとしては、これサトミックさんの話も聞きたいんですけど、その世界に入り込んでもらうために工夫してる、オブジェクト、うん、小物作りというべきかな、はい、うん。その世界に何を置いているのか、または、参加者さんが、置いてたものがすごいとかでもいいんですけど、うん。うちも、クエストオブラビニスもそうだし、他のストーリーラープも、そうなんだけど、ある程度、私たちはラープっていうものをやるということで、五感体験っていうのをすごく頭の念頭に置いてるんですね。うん、いつもね。うん。その誤解体験が、するっていうのは結構みんなが世界に引っ込むことの要因につながったりもするので、今回ちょっと端話しきれなかったんですが、そういったものを、どういったものを、私たちが作っているのか、サトミックさんが作っているのかっていうのはすごく興味深いです。それぜひ、もう今話したくてしょうがないですけど。また12時に行くっていう。それは多分1時回るやつ、ね、あのね、むしろこれを1時間取って喋った方がいいよ。そうだね。じゃあまあ、とりあえずそれはネタの、ネタ1で。ネタ1しとこう。こう、ストック、ね。しときましょう。はい。はい、僕が語りたいことっていうと、やっぱり今僕の中で一つ課題だなっていうふうに思っていることがあるのが、まだキャラクターになるっていうふうなことが、その習慣づいていないとか、そもそもどういう感覚かわからないとか、やっぱりそういう方々も、やっぱり没入型のコンテンツに、やっぱり参加したいっていうふうに思った時に、でも自分できないしっていうふうな感じで、やっぱり諦めちゃうみたいな、やっぱりことがあると悲しいなっていうふうに実は思ってるんですよ、いつも。それは確かに思いますね。僕自身も、やりたいからやってるっていうことは、自発的な行動だから、本人は理解できるんだけど、じゃあそれを客観的に見て、それを解説するってことはできてないんですよ。で、逆に、できてるときは自発的に できてるけど、じゃあそれが逆に調子悪くてできないとか、できない理由が分かんなくてできてない時も実際僕もあるんですよ。うん、まあ単純に体調面だったりとかもあるし、単純に気持ちがそこまで入るスイッチが入ってないとか、その辺のなんか単純にそのコンディション的なところももちろんあるんですけど、コンディションとは関係ないところであれどうやったっけみたいな、そういうところもあると思うんですよ。だからそこはなんか客観的にこう解説できるみたいな、解説聞きするというか、解剖するみたいなこともあってもいいのかなっていうのは、ディスカッションしながら解剖する回もあってもいいかもしれないですね。やっぱり例えばサトミックさんが、その世紀末系の、そういう没入型のイベントをやりたいし、こういう風な感じの世界作りてえんだよっていう風に思って用意するんだけれども、やっぱりその中に参加する人たちの中に、没入度合いの、村みたいなものが、あったりとか、いや、それ、そうなっている本人悪いわけじゃないんですよ。だけれども、そう、
そうなってしまっている、状況があるっていう風な時って、やっぱりなんかこう、なんかもったいないなっていう風な、やっぱりことになるじゃないですか。非常に思いますね。うん、できるだけ、全員が、こうすればいいんだ、みたいな感じで、乗り切れて、うん、その上で、違和感なく、完全にその世界観に、馴染み切れていなかったとしても、自分自身も違和感なく、周りも違和感なく、過ごせているっていう風な、没入空間が作れたら、やっぱり嬉しいと思うんですよね。うんうん、そういうことについてを、どうやったらできるかなっていうことを、考える時間も作りたいなっていうふうに思いますね。そうなんですよね。だから結果としてみんな楽しかったっていうのは共有できるんですけども、じゃあなぜそうなったかっていうのがね、改めて考えると、そういう、なんか図解じゃないですけど、解説みたいなのできたらいいですよね。そうそう。分析だな。それをするにはどういうテクニックがあるだろうかとか、こういうふうな工夫をすればいいんじゃないかとか、やっぱりそういうふうな語り合いっていう、ことができると、よりやっぱり没入型のコンテンツっていうものが今後増えていく場合に、このロープレラジオを聞いていたから、そういうコンテンツが生み出せたんだっていう人が増えていってくれた方がいいな。うん、そうですね。って率直に思うんですよね。うんうん。うん。なぜかっていうと、僕らだって没入した空間の中に、ただのプレイヤーとして参加してるんだよ。わかる!わかりみ深いそう、主催だと、これはね、しょうがないんですけど、前にもちょっとちらっと話しましたが、メタ視点をどうしても入れなきゃいけない。ね。絶対的に没入できないんだよね、うん、そう、トラブルに対して目を配らせなきゃいけないので、うんうん、そう、あるある、プレイヤーになりたい、はい、というわけで、ね、リアルな話ですよね。そう、ね、みんな多分この3人みんな持ってると思いますはい、まあ、そういう風な感じですかね、うんうんうん、はい、なのでネタにはいできましたね、しましょう、はい、うん、ね、この調子だとネタに困ることはなさそうですね。そうですね。パート3、パート4、超余裕そうですね。うん、はい、永遠このテーマでいいんじゃないかっていうぐらいもありますよね。そうね、そうね。いや、いいと思いますよ。ラジオはネタ切れの方が辛いから。そうだよね。そうそう、ネタがあるなんて幸せだよ。場合によるとね、なんと、コンテンツに入り込んでもらうための工夫、パート10になりましたけど、みたいなことになりかねない。100とか言ってどこまで続くんでしょうか。はい。ちょっと次は、まあ、そんなことじゃない。そうですね。そもそも第何回となったけれども、そのパート何もはほとんどね、なんか数字が追いかけているみたいなね、そういう風な形になりかねない。はい。またね、視聴者さんからもね、いろいろとこういう風なテーマで語ってほしいなとか、ね、そうですね、そういうことがあればね、そういうこともね、ありがたいですよね。すごい大事です。僕らばっか喋ってると、ちょっと難しくなりがちなところもあったりとかするんで、楽しんでいただけてる分にはまだいいのかもしれないけど、このままいくと、どん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 、細かいところにいっちゃうのかなって感じも。そうですね。コメントも拾いながら、リクエストも聞きながらやっていきましょう。うん。うん、はい、はい、ね、うん、とりあえずそんな感じかな、うん、うんうん、総括はできた、うん、できたかな、コメントでもね、嬉しいことに参加したいなとか楽しみとかおっしゃっていただけて ね、うん、ありがたいです ね、うん、ありがとうございます、本当にありがとうございます。しかも今日キョン監督官がコメントしてくださってるけど、普段ロールプレラジオを聞きに来ない人たちもね、こうやってコメントしていただいたりとかしてるんで。そうなんですか、あ、嬉しいですね、うん、ありがとうございます。まあ、前から聞いてくれてたのかもしれないですけど、うんうんうん、ね、本当にありがたいですね、こういうロールプレイの、議論の場所というかディスカッションの場所に興味持ってくださるっていうのはね、なんか、うんうん、この輪がどんどん広がっていって、うん、このロールプレイ業界というか界隈というか、この趣味趣向がもっと奥深くて発展性のある輪がね、どんどん広がっていければと思います。はい。じゃあぼちぼち締めますか。
締めて大丈夫。はい。締めようか。オッケー、わかった。はい、オッケーです。はい。はい。はい。というわけで、だいぶ、長く、長らくお付き合いいただきありがとうございます。この放送はですね、後日、クロスラープチャンネルの YouTube にて編集したものをアップ予定でございます。また、前半は、サトミックさんの松台喋り場にてアップ予定ですので、まだお聞きでない方は、サトミックチャンネルにて聞ける予定ですから、ぜひ、概要欄またはコメント欄のリンクからご覧ください。それでは、生放送をご覧の皆さん、ここまでのご傾聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。さようなら。ありがとう。ありがとうございました。おやすみ。おやすみなさい。